こと一発始めます。 This さあ、まず、今日は、大分トレニータ対ヴァンフォーレ甲府の試合が今さっき終わって、それで前後半ダゾンでね、だけどまず現地まで行った、サポーターの甲府サポの皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。そしてまあもちろん選手の、ヴァンフォーレ甲府のメンバーお疲れ様でした、めちゃくちゃかっこよかったです。いやー0対0の痛み分け大分も、8戦勝ちなしで、甲府も7戦勝ちなしで迎えた試合なんだけど、降格圏が21とかかな、うん、で甲府は24ポイントとかで、大分も23ポイントとか、もうキンキンで、もう下から下のチームが、甲府と大分のよりも下位チームが、まあ、2連勝されたら逆られちゃうという、非常に、近年だね、まあ、2年前も危なかった部分はあるんだけど、ちょっと甲府らしからぬ順位1、2つけてるなと。で、今日甲府で出れない選手は、まあ、怪我人を外すと、まあ、飯田が普段右サイドのワイドで、ワイドバック、うん、で活躍してた飯田が、累積で出れない中で、そこ誰来るんだろうっていう。そしたらあれだったね、右ワイドに純馬使ってたね。ああと思って、でいつもすごい守備とかもしてくれるから、シャドウに入った時とか、ワントップの後の3枚の右とか入って左入った時もすっごい守備してくれるから、まあそんな違和感なく、まあ今週右サイドでかなり練習してきたとは思うんだけど、まああんまり大分のディフェンスをの裏で勝負するっていうのは、まあ、そんな簡単ではなかったっていう難しい状況だから、まあ、取り替えとコンビネーションでグイグイ行くのかなとか思ったんだけど、まあ、すっとそれも難しかったかな。まあ、オミからロングキックが2本ぐらいあったかな、まあ、だけどオフサイになっちゃったりとか、うん、まあちょっとまだ難しいな、順番はそこじゃないのかなって、まあ、だけど本当に選手が怪我人とかでいなくて、その中でも右サイドで、うん、活躍してくれた、頑張ってくれた順番は、まあ、本当、かっこよかったなと。で、やっぱりディフェンスにも追われるシーンがあって、まあ、あれ、両足いっちゃったんじゃないかな、釣っちゃったの。で、交代になったけど、すっげえ悔しそうにしてる順番とかが、いや、普通に、泣けるなっていう、いやーと思って、本当なんか、ヴァンフォーレ甲府の選手、は勝ちたいんだなっていう気持ちが、うん、すげえ伝わったし、いや右サイド、まあ次の試合はまあ飯田が出ると思うんだけど、本当普段やらないところもやってくれて、活躍まではいかなかったけど、うん、ナイスプレーでしたっていう感じだよね。
で、スリーバックはまあ、本当ここ何戦変わらず、臣と関口と稲津で3人でしっかり守ってくれて。で、そうね、まあ、相手のすごい、ペナの外だったかな、ミドル、まあ、バチン弾いて、それはスーパーセーブで、本当に甲府を救ったなっていう。で、山内も古文書もだけど、飛び出しがちょっと苦手というか、相手に疲れやすいポイントだと思うんだけど、まあ、そういったボールを、まあ、蹴らせない、上げさせないっていう。ディフェンスが、両ワイドが、まあ、荒木もそうだし、まあ、ジュンマも、すげえ、ディフェンス頑張ってくれたから、そういう危ないシーンっていうのは、あんまなくて、まあ、ほんと、2人よかったなって。で、山内も、よかった。まあ、安定してたって。そして、まあ、もうちょいコーチング欲しいかな。求めちゃうとね。もうちょっと声で。スリーバックを自分が操るかのように、言ってほしいかなっていう。まあ、相手のちょっと勢いに乗ったシュートとかも、まあ、練習だったら外れてるじゃんみたいな、触らないけど、まあ、やっぱあそことか行っちゃう。まあ、イマズとかニア切ってたから、完全に裏は取られてたけど、で、あそこら辺とか、まあ、もうちょっと細かく言うと、あれはまあそのままゴールキックで。だけど、まあ、ハイボールも何本かしっかりキャッチで、まあ、確保があって。もう3バックはいいことないかな。あと、まあ、本当ボランチ先発が、キムタクと、高台、林で、リンナーで。で、まあ、やっぱキムタクは前からガン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 いけたんだけど、今日の主審は、ファウルを取るとこ取らないところがちょっと曖昧だったかなっていう。何本かいいところでガシッて取れたんだけど、甲府のファウルになっちゃったりとか、ちょっとな、あれはなっていう。まあ、5回はあったかな、前半だけで。嘘っていう。これカウンター始動じゃんっていう。もう始まるよっていうところを、ピーみたいな。拭いてくれよっていうのを吹かなかったりとか、完全アフターのとこもあって、まあ、篠田監督ともぶち切れてたけど、まあボランチ2人で、最近気になるのがリンダが、まあゴミとかからポンとかもらったりとか、サイドからポンとかもらったりとか、センターバックからもらったボールをそのままリターンで返しとるっていターンが欲しいなって。リンダがターンしたら、一気に視界変わるっていうか、攻撃の起点にもうなれるみたいな。もうそっから一本のパスで、ピルロとか言って、なれるっていうね。いいポジションっていうか、あそこでターン。で、ターンした時の一発目のドリブルが速い。一発目のタッチでちょっと前に運べる。それ、リンダできちゃったら、本当にいいかな、もう。ディフェンスの部分とかではすごいいいくて、まあ、センターバックも何試合かやってたけど、ターンしての一発目。そこを、やってくれたらもう相当違うんじゃないかなっていう。まあ、これは、素人が言ってる要求です、要求。素人が言ってるね。そんなの、みたいな。まあ、リンダが聞いてても、いや、難しいんだよ。って思うかもしれないけど、そこをちょっとまとえてるかなっていう、ところで、まあ、ターンしてもらいたいなっていう、持てるからみたいな、全然いけるみたいな。っていうのと、もう、まだね、まだ本調子じゃないのかなっていう、まだ体力面とか、
やっぱりキムタクすごいよ。気持ちも入ってるし、ディフェンスの仕方めちゃめちゃプロいし、足元もちゃんとつなげるし、いや、ほんと、ほんといい。で、前の3枚は、ヨシキ、アダちゃんか。アダちゃん。3枚じゃないのか、2枚なのか。1、山内、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11で、そうそうそう。だから、ヨシキとアダちゃんと、ピーダ歌がね、歌が。やっぱりね、一個前の試合でもさ、鳥海があそこの得点シーン、15秒、電光石火、あん時、一発目でもらった位置から、一発でターン、ターンが早い、鳥海の。ターンができて、まあ、あれはクロスだったのかもしれないけど、シュート打って、まあ、キーパーがこぼしてくれたっていうラッキーな。で、今日もやっぱりあそこの場面まで進入してターンで1枚2枚、1枚は剥がせるから絶対剥がせたらもっともっと良かったかなっていう、でそこはやっぱり相手に塞がれてたのかなっていう、やっぱ取り替えが持ったら確実チャンスになるから、で、取り替えのね、もともと18番だったけど今10番だけど、ヨシキの18番ターンがあったら、まあもうちょっとシュートも増えたかなっていう。もう高はもうそのままでしょ。もうそのままでいいっすよ。王様ですよ。キング。点取るのが仕事。もうそれだけです。まあ、だけど本当競り合ったり。だけど本当に落としとか、まあ、一つ一つのサッカープレー超名なみたいな。だけどやっぱり豊かの周りでサッカーをしようとすると相手も、ちょっと簡単なのかなっていう。なんかむずいんだけどね。豊かに近いところでパパンってつなぐのはもうめちゃくちゃ大事なんだけど、その距離感が今日は近すぎたかなっていう。うたちゃん2人ぐらいなら背負えっからさ、それも踏まえてみたいな。うたかゴール前でも相手の股とか全然抜けるからね、これちょっと分かってくれると周りにも伝わって分かってくれると、あだちゃんとかのゴールとかも全然あったのかなっていう。あだちゃんとか今日ちょっとシュートとかあんまり打てなかったんじゃないかな。一回スーパーカウンター入って、アダちゃん左でグイ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 っつって。で、まああれはウタカ狙ったんだと思うんだけど、ウタカの前を狙ったんだもん。それを、まあ頭でも、ウタカの得点感覚センスだったら、まあ大丈夫でしょっていう。で、ちょっと浮いちゃったんだよな。あれが綺麗にグラウンダーのアーリー入ってたら、もうウタカ、ギャーン、ギューの精度はちょっと、ああっていう、ちょっと悔しいっつうんだよね。あだちゃんもやっぱ交代されてからベンチ映った時に、あだちゃんのもう放心状態みたいな顔見た時に、ああすっげえ頑張ってたんだろうなと思って。で今日は、本当に新一体で、まあ本当に大分もメンバー揃ってないながらもすごい頑張ってて、まあやっぱ絶対強いチームだから大分なんて、そこと、まあ、あっちも勝ちたいこっちも勝ちたいで、まあ、同点になっちゃったんだけど、まあ、本当にいい相手だったなっていうか、まあへぼくなかったよね、間違いなく。大分もすっげえ気持ち入ってて、まあ前半かあれ伊佐と海がやり合ったのとか、まあ、伊佐がまず引っ張って、で、オミが倒れて、倒れたところ、まあ、オミが、まあ、ちょっとアフター気味に蹴った。それで、立ち
ち上がったイザはオミを突き飛ばした。これが一連の時系列だと思うけど、オミの気持ち、オミのやってきたサッカー、引っ張られたことが、やっぱアフターじゃないけど、まあ、キック、まああれは本当プロいなと思うけど、まあまあ蹴っちゃったなっていう。で、あれでイエローも審判逆にそこは見てるんだみたいな、なんかちょっとね、その審判のやっぱりそのゲーム始めた時にあまりにも不可能すぎたから、で後半になって出すところは出すなっていうイエローをねっていうと、ちょっと整えられてなかったなっていう、コントロールっていう部分ではちょっと審判よろしくはなかったかなっていう、あそこはまあイサのカードだけでよかったんじゃないかなっていう甲府ファンの思い、だけどそこだけはちゃんと見てたんだよね。海が残り足っていうか倒れた時にパンってちょっと入っちゃってるの。まあ、サッカーではさ、ああいうあざといみたいなのがあるからさ、フィジカルでガーンとかじゃなくて、肘でゴーンとか、ここでヘディングドゥーンとかするんじゃなくて、倒れかけの、モハメド・アリみたいな、なんか猪木みたいな、なんか足払いというか、まあうまかったし、まあ尾身も気持ちも相当入ってるっていう感じ取れたよね、あれば。で、後半、まあ、交代で入ってきた三平とかはやっぱり間違いないなっていう、いやサッカーというか、もうなんだろう、こうやったら点入るよねっていうか、感覚でやってるところとか、まあ、多分三平が入ってから、甲府がボールをそのミッドフィールダーより前で扱う、まあ、相手の陣地で触る機会っていうのはめちゃくちゃ増えたと思うし、単調じゃないんだよね、三平が1枚噛むことによって。でも三平のディフェンスもすごいし、寄せ方とか、取られた後の、戻ってってこうとか綺麗に相手のドリブルに対してスライ入ってんのにファールみたいなとか、ああいうのはあれはナイスプレーだからね、ナイスプレーをファールに変えちゃうっていうのはちょっと審判みたいな、そのナイスプレーがあった時のディフェンダーの顔まで見てほしいよ、やっちまったっていう、ファールだろっていう顔じゃないのよ本当に。そこを VAR で見せてほしい、やっちまったっていう本当にそこを判定する、そこまで見てほしいよ。あれ、まあ、甲府でいう左サイドでのハーフラインあたり真ん中ら辺で三平がディフェンスに戻っていった時のスライ気味のパス、あのドリブルを阻止した、相手のドリブルをカットしたっていうのは、なんていうの、すくい上げっていうかさ、夏とかで屋台っていうか祭りでさ、スーパーボールすくいとかキングすくいとかあるじゃん、あれでめちゃくちゃうまいやつってシュッシュッ
シュッてシュッていくと思うね。スーパーボール超でかいのとかもシュッて金魚とかシュッて、うん、今あれだったんだよね。審判はちょっと祭り知らねえのかよみたいな、お祭り行っとけよみたいな。あ、俺すっごい今日やったなみたいな、気持ちいいなみたいな。サッカーの試合に関してはちょっと悔しいよ、勝ち点3取れなくて。で、勝ち点1っていうのは最低限取れてって気持ちはあるけど、選手の戦ってる姿を見たら、俺で言うタコブツはご褒美だったり祭りなんだ。だけどそれをさせてくれるぐらい、今日の選手と大分まで行ったサポーターはかっけえと思う。なんか抜かれるんだよね、ダゾーンで。選手じゃなくてサポーター、甲府から駆けつけてるサポーター、みんなすげえよ。で、大分のね、スタジアムって屋根閉まるはずなの、だけど今壊れちゃって半年しか閉まんねえとかってだから大分の選手とかも雨の中サッカーやったことないのよ。雨の日は閉まるから、ドームだ、大分ドームだ。だから滑ってた今日、ツルンツルンツルツル言ってた、まあだから大分の選手も自分たちの普段リーグ戦半分は自分たちのところでやる、そのホーム、だから自分たちのホームの芝とか分かってるよ、もういつものみたいな。だけど雨の中での大分ドーム初めてだから、ツルンツルン、もう滑って、もうだからまあそれも よかったのかな。相手もツルツル言ってたから、まあ、それは良かったのかなっていう。なんかホームのアドバンテージっていうのは、その自分のスタジアムを熟知してるっていうかさ、島とか熟知してるっていうのがあるんだけど、なのに大分ホームなのに、屋根今日閉まんねえから雨の中の大分ドームはもうアウェーと一緒よ。ホームなのに初めてこんなツルツルみたいな、滑るみたいな。だから大分の選手、雨の日は踏ん張るところとかを決めるんだよね、サッカー選手は、プロは、ピッチのもう芝生も味方につけるというか、いった時にやっぱ雨の時はトラップとかにも気をつけるし、ワンバンとか超気をつける。晴れてる日のワンバンと雨の日のワンバン、スリッピーワンバンは全然違うから、それで気使っているうちに足、両足つっちゃってみたいな。もうつっちゃってだから、アフターとかそういうフィジカル、コンタクト、そういうのじゃなくて、普通にいつもよりもボールが伸びちゃったりとか、いつもだったら追いつく速度で行ってたんだけど伸びちゃって自分の足もちょっと先狙おうとしちゃって伸びちゃってつっちゃう、両足ダブルみたいな。で、順馬も多分ダブルで、大分の選手も最近マリノスから育成期限で来た選手、今日いたでしょ、44番あの人も両足ザーンついてる。マリノスから期限付き育成枠で出て1週間経ってないんだよ、多分発表から経ってなくて、いけーみたいな感じでマリノスからいきなりいけーとか言って大分行って、で1週間以内にいきなり試合出てスタメン、超ビビるよ。パッパーンいけー、だけどやっぱり J
J1 から期限付き、期限付きっていうかね、うん、育成枠でパーンと飛んでくる選手はちょっと違うな、うん、いい選手だったね。で、相手にしたら嫌だなっていう、うん、俺は野村すごい苦手というか嫌な、敵としたら嫌だなみたいなが、だんだんリズム作ってきて、野村職が大分の攻撃にエッセンスとして降りかかってきた時は嫌だな、嫌だなとかって、その時間ちょうあった、後ろで持たれても嫌なのよ。だけどボール触ってないとリズム作れない選手なのか、ちょっと落ちてきたりして、うん、最終ラインとかでボール持ってんだけど、ああこっから始まるよ野村のステージみたいな思うと、うわ嫌だなってめちゃくちゃ思ったよ。だから危なかった。まあやっぱり打てる、野村は打てるし、さばけるしって、うん、ドリブルでバンバンとかいう選手ではないけど、嫌だねってなるでしょ。甲府のみんなは今何を食べてるんだい。大分うまいよな、飯最高だよな。九州全土最強で、の中でもやっぱり海鮮というかになると、俺大分やばいと思ってて、だからもうめちゃくちゃ刺身食ってほしいね。本当に九州のちょっと甘い醤油楽しいんだよ。うるせえ、何が楽しいんだよ。楽しくねえな。だけど俺もほんとすげえと思ってるから言ってるみんな、うん、いやだけどなんかさ、言ってあの試合を見て本当に行ってよかったなっていう思いにはなってると思う。みんないやーこんだけよかったっていう後悔を持ってる人いないんじゃないかなっていう、うん、思う。だからみんながアウェーまでああやって行ってくれるから、なんか俺とかまあ家で自分の住んでるところからダゾーン見てたわけだけど、ほんとかっけえと思ったからね、うん、だからさ、そのかっけえと思った気持ちマジで伝わってくんねえかなってほんと思ってるよ。みんなマジかっけえよ甲府のサポってって思ってる。で、大分は今日11,788とかかな人のサポーターがいたわけだ。甲府から300でもいたら、スタンド、サポーター、ビジター、プラス、やっぱメイン、うん、バックで、アウェー側っていうのはないけど、アウェーよりで見てた甲府サポの人たち、マジですげえよ。だけど、甲府の試合、お金払ってみて、ダセえなって思う試合なくない？だから今回アウェーだから、まあ、甲府に住んでない人、うん、甲府の人もそうなんだけど、な、甲府から個性行くのは地形とかそういうんじゃなくて、飛行機とか新幹線とかお金をかけて行ってくれた人たち
価値あったっしょっていう、うん、思う。本当バトルしてるというか戦ってくれて、まあ、甲府が勝つっていうのをサポーターに見せてやるんだっていう気持ちがマジで伝わった。ナイスゲームだったよね。だからこんないいチームがあの J3 に行くなんてことは絶対ないと思うから、うん、だから今はめちゃめちゃ苦しいけど、うん、ベクトルは常に前向き、うん、で行っていいんじゃないかなっていう、信用していいんじゃないかなっていう、自分たちが応援してる選手マジダセーやつ一人もいねえなんていう、かっけえみたいな、サポーターもかっけえって、うん、マジ思うから、うん、ただもう一回見たいもんね、うん、しっかり一人一人のワンプレーワンプレーワントラップでパスをダイレクトサイドに出すパス、オミ100点だったんじゃない、オミから今津に出すパスと今津からオミに出すパスの精度とか、もうあのピッチね、この四角のピッチ、長方形の四角のピッチの中にいる中で一番うめえんじゃねえって毎回思うよ。それが間違いなく毎回44歳になった山本英臣なんだよ、うん、サッカー素人では素人ではないんだけどプロでもないし、プロサッカー俺はねプロサッカー選手でもないし、ただ甲府の試合を誰よりも見てるとか、社会人他のチームの試合を見てるっていう面で言うとちょい玄人かもしれない。いやーだけど甘いかの、うん、てか一般素人とは違う目線で、でオミが知り合いだからって親の目線でとかでもなく、普通に山本英臣はめちゃめちゃうまい、うまい。で最近はねコーナーになると前出てきて、今日もね一個あったけど荒木が蹴ったボールかな、しっかり味方に落とすっていうプレーとか見るんだよ本当に。言わな。カミソリクロスちょうだい、ちょうだい。勝負していい形作ったのよかったね。あの最後のラストパスなちょっとな合わなかったけど。あの岩名の18番カミソリクロスちょうだい。甲府の選手はお前のカミソリクロス大好物だから誰も蹴れねえよあんなの。カミソリクロスちょうだい。竹富気持ち伝わってるよ、めちゃくちゃいいよ。うん、ゴールちょうだい。竹富うまいしペナの中であのステップはやばいよ、誰も取れない無理無理近寄れない、うん、あのサッカースキル、うん、ちょうだい竹富ステップちょうだい。ラストもいいよ、めちゃくちゃ気持ち入ってる。甲府に来る外国人選手で複数年とかいないと思うよ。
結果出したら、もう結果くださいみたいな。けど安いなみたいな。けど分かったよ、結果出すよっていうつもりで来てラストゴールちょうだい。いい、めちゃくちゃいい。怪我人も帰ってくるかな。もう次の試合だ。もう終わったの今日の大分戦は。いい試合した、かっこよかった。次だ、次勝ち点3もぎ取る試合。もう5点6点取っちゃうお祭り騒ぎ、個性で見してよ。ごめんねみたいな、今日点取れちゃってるよみたいな。見たい、いやー楽しみ、全然楽しみ。まあ正確な順位とかはちょっと今まだ分かんないけど、明日まだね、試合 J2 の試合3試合ぐらいあると思うから、それないとちょっと分かんないけど、だけどちょっとちらっと徳島の試合とか長崎守備の試合、藤枝の試合、群馬の試合見たけど、みんないいね、みんないいよ。で藤枝は先制されたのかな、逆転だからね、いいよいいよ。で徳島がと長崎の試合なんかは、徳島がリードして長崎追いつくっていう、そういうゲームだったと思うんだよ。2対2だったんだけど、徳島長崎、徳島長崎みたいな感じだと思うんだよ、点の入った形は。いやだけど徳島とかも熱いよね、本当に。 J リーグって、まあ、自分がメインで見てるのはやっぱ推しのいる甲府だけど、のいる J2 だけど、本当にいいよな、マジ楽しいよな。いやちょっと他のチームのこととかだけどさ、まあちょっとそれはちょっとうるせえよってなっちゃうから、お前顔がうるせえのに言うこともうるせえなみたいな。まあだけどちょっと行ってきたよね、ちょっともう後半戦ちょっと俺も前出てこうかなっていう、うん、出てって取り替えのターンみたいな話してるかも。だけど元甲府の選手、まあ、長谷川元輝とか、まあ、他はいっぱいいるけど大好きで、新潟対コンサドーレ札幌とか見てたけど、いやあの時みたいな、お前はやっぱり J1 で戦ってて J1 でプレーしてやっぱり躍動してるし楽しいか、楽しいですって言うもんね。いやいいよな。だけど新潟に稲村っていう45番の左利きの、まあ、センターバックもやったし交代入ってフォーバックに変わってシステムが左やつだけど、いいな、めちゃめちゃいいな。東洋大学在学中、マジかよ。で、俺が行ってる朝練の龍の弟、実のガチの稲村の45番の兄ちゃんと俺サッカーやるんだけど、なんなのあのサッカースキルっていうか、パス出した後絶対動くからね、パス出して終わりじゃないんだよ、すごいんだよその動き方が。いや、本当に世界で左利きのセンターバックとサイドできるやつ、まあバイエルンに移籍した伊藤とか、まあ本当そんなになっちゃうんじゃねっていうぐらいめちゃめちゃいいから、もう大注目、本当に。なあ、これから龍のことを飲みとかに誘いまくってめっちゃ怒りまくって、あのちょっと弟のユニフォームくれねえかって言おうかなぐらい、めちゃめちゃいい選手だからね、うん、じゃあ
アルビレックス新潟はそういう最強の選手を東洋からバチンバチンって、今年2枚か3枚東洋からバチンって言うのよ。スカウトの人たちも知ってやるねって思っちゃう。そういった感じでちょっと J リーグの話もガツガツしていこうかなっていう、そんな気分。この後甲府の試合を、55インチのダセーそういうこと言うな。なんかねこれちっちゃく見えないね。55です。ゴー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 ジャグラーふざけんな、マジでマジでジャグラーはダメよ。ちょっとこの後ちょめちょめしてえな。奥さんさっきパンティーとなんかエロいジャーパマパジャマでしたから、あれちょっと誘ってんじゃねえのみたいな、誘ってんじゃねえのみたいな、森脇みたいな、ファール誘ってんじゃんみたいな、セックス誘ってんじゃんみたいな、ちょっと行ってみる。ではまあこんな感じで、また来週、まあ明日もそうだけど日曜日もそうだけど、来週の J リーグをみんなで楽しみましょう。それではまた、バイバイ。